はい、皆さんこんにちは、 H3F です。今日の動画は岐阜県揖斐川町にあった揖斐高原スキー場です。19、20年シーズンを最後にスキー場の営業を取りやめ、キャンプ場やソリゲレンデと宿泊施設の土地の味噌だけの営業となっています。人工降雪機を使わない自然雪のみのゲレンデは近年の温暖化の影響で営業できない日が多くなり、最後のシーズンには1日も営業できなかったようです。そしてこの廃止で西濃地域からスキー場がなくなってしまいました。取材時にも雪不足で営業はしていませんでした。ゲレンデには日坂、貝付き、坂内の3つのゲレンデがあり、そのエリアごとに2本のリフト、合計6本のリフトがかけられていました。最初は日坂ゲレンデです。日坂は最終シーズンまで営業していたエリアです。日坂第1ペアリフトは732メートルあり、初級の日坂ゲレンデにかかっていました。642メートルの日坂第2ペアリフトはゲレンデの東側にかかり、上級のチャレンジコースや中級の遅毛ゲレンデ、初級の林間コースにつながっていました。次は貝付きゲレンデです。貝付きは伊吹山地の山の名前で、ゲレンデは土地の味噌の東側にあります。その手前側にかかるのが415メートルの貝付き第一リフトで、滑りやすそうな初中級コースが広がっています。その東側には771メートルの貝付き第二ペアリフトがかかり、エキスパート向きの3つの壁などがあったようです。次は坂内ゲレンデです。日坂からはリフトの連絡が悪かったようで、坂内ゲレンデに直接車で行き、揖斐高原ホテルをセンターハウスとしていました。ホテルの東側には坂内コースがあり、462メートルの坂内第一ペアリフトがかかっていました。そしてホテルの西側には坂内第二コースがあり、362メートルの坂内第三リフトがかかっていました。取材時には揖斐高原ホテルまで車で行けたので、ゲレンデを探しましたが、ブッシュが高いのと筆者の下調べが悪かったからか、ゲレンデらしき撮影はできませんでした。次はスキーセンターです。貝付きゲレンデには貝付きリゾート土地の味噌と呼ばれる宿泊施設があり、食堂営業などがあり、現在も営業が続けられています。日坂ゲレンデには日坂スキーハウスと呼ばれるスキーセンターがあり、食堂の他にレンタルやリフト券売り場がありました。そして坂内ゲレンデには揖斐高原ホテルが建っていました。スキー場のパンフレットはこんな感じです。今となっては懐かしいスキーコースの紹介がされていました。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様のチャンネル登録をお待ちしております。